はい、とこそのどっちの雲にもパイロブロリン含まれてる可能性あるんで、ワノ国の雲とラゴイズの下の雲と、それがどっちもニカに作用してる、ニカに作用してると考えたら結構熱いかもな。だから巨大化したみたい。熱いなそれ。前々から考察してるものがあって、パイロブロインのことをずっとひたすら考えてるのが、ね、はい、パイロブロイン回廊石にも含まれてたり、多分ポーネグリフにも含まれてるんであろうと、まあ、あと空島の雲にも含まれてるんですけども、はい、パイロブロインの濃度、含有量が多ければ多いほど硬いっていうか、濃度の濃さっていうのがあると思ってて、はい、めっちゃ濃いと赤くなんじゃねえかなって思ってたんですよ。なるほど。ロードポーネグリフが赤いっていうのと、まあ、レッドラインが赤いのもそれがあるんじゃねえかなって思ってたんですよね。はいはいはい。で、今回スツーシーが持ってた口紅、溶石なのに赤いんですよ。あー、なるほど。うーわ、なんか特別な回廊石なんじゃねえかなってちょっと思ってるんですよね。うわー、熱ちょっと熱いっすよね。いや、熱いっすね。回廊石で赤いのがまだ出てきてないんですよ。発生は同じなんですよね。ロードポニグルフと回廊石って多分、はい、ワノ国で生まれてるんですけども、だから僕回廊石で赤いものはいつか出てくるんだろうなと思ってたんですよ。その中では口紅赤い回廊石っていうのはちょっと一個ポイントなのかなと思って。うわー、熱いなそれ。うん、レッドラインとかもそうなんですね。砕けねえとか。そう、砕けないっていうのはちょっと変じゃないですか。なんか突き通せないのは赤い蛇のみよみたいなのもありますけども、エルバフでも突き通せないのは含有量が多いから、ポーネグリフとか回廊石に含まれてるものが多いっていうことなのかなと思ったんですよ、ね、うわそれはマジで熱い。いやちょっとわかんないですね。いやいいですね。どうなるか、来週来週どうなるかはね、かなり見どころ満載ですけども、満載ですね。いやいや、引き続き注目していきましょうよ。考察者っぽいこと言ってもいいですか。はいはい。今週の扉絵、もともとベガパンク編で太陽は作れるって言ってるじゃないですか。言ってますね、人工太陽。で、今回作られた太陽と太陽の神ニカがいるじゃないですか。はい。で、ひまわりがルフィの方を向いてるんですね。これも太陽作られてるでいいんじゃないですかね。あー、ワンピースの世界の太陽がもともと空白の100年とかに作られたものを我々は太陽と信じてるみたいな。じゃないんですか。これもだってそれしか考えられなくないですからね。ひまわりってもう太陽の方向くじゃないですか、はいはいはい、で作られた太陽と太陽の神ニカがあって、はい、でひまわりがニカの方を見てるってことはやっぱそれの示唆としか思えないんだよね。これ太陽がもともと月だったんじゃないかとか、月と太陽反対になったんじゃないかとかっていうことはよく言うんですけど、野田さんの中でどういうイメージですか、その月とか太陽とかっていうものを整理するとすると。わかんないですすいません、俺の力量ちょっとそんなわかんないです。でもあのメガパンクで太陽が作られた行った時点でそれを捨てるわけないじゃないですか。もともと太陽はあったんですか。太陽が、太陽の神ニカが奴隷の希望だったわけじゃないですか、はい、希望をなくすために太陽が終わったと思うんですよ。ああ、じゃあもともとあった太陽は消滅、はい、消滅してその希望をなくしたと思うんです、はい、もともとその今の天竜人たちが。だから今作られてるのはもともと多分奴隷たちっていうのは太陽っていう何かしらの神を信じて過ごしてたけども、はいはい、空白の100年の時にイム様の力があって、あのその希望をなくしたと思うんですよね。だから今が人工的な太陽になっている。なるほど。だから太陽っていわば希望の象徴みたいな感じだったんだけど、それを絶望に落としたのが世界政府とかイム様で、ベガパンクというかベガパンクの先祖というか巨大な王国の科学技術で希望となる太陽を自らが作り出したみたいな話なんですか。このワンピースっていうのは多分その太陽とか月とかちょっと宇宙とか、はい、ちょっと大きめの話にはなってくると思うんですよ、最終章は、はい、だとしたら大どんでん返し小田先生がやってくるんだったら多分そのレベルの規模のことをしていそうだな。いやでも俺も絶対そう思ってんだよな。そうですよね。そこにそのお原の天体模型とか、じゃあ月っていうのはそこにどういう関わりがあるのかっていうのがなんか分かりそうでまだ分かんないみたいな。そうですね、ちょっと宇宙規模の話にはなりそうですよね。今回サターン星もあるし、なると思うっすね、絶対に。将来的には、はい、それのきっかけになる扉絵だったんじゃないかっていうこと。まあちょっとメタ的に言うと小田先生は多分今最終章に差し掛かって扉絵っていうのがだいぶ注目されてることも注目してると思って、はいはい、まあ、仕掛けては来るだろうなっていうのはあるんですよね。この扉絵は無視できないと思うんですよね。そうですね。しかも扉絵連載がジェルマのやつが終わった直後の扉絵リクエストのところだったんで、うん、なんかかなり大事な感じがしますもん。で、まあ多分最終章に行くにあたって第1話ロマンスドーンがあって、
って、はい、ドーンが夜明けっていうのもあって、多分その夜明けの時点でやっぱ太陽っていうものをだいぶ意識してると思うんですよ、はい、はいはい、だとしたらその偽物の太陽から本物の太陽になることを夜明けって言ってる、そういう繋がりだとは思うんですよね。月と太陽の関係性みたいなのを考えると、やっぱり月がもともと太陽だったみたいな話とかなのかな、うん、その規模もありますよね。大原の天体模型を信じるのであれば、むしろ青色の星がそもそも太陽だったみたいな話もありますもんね。確かにそれは一個あるな、はい、空白の100年の話なんです、はい、あの和の国に緑竜が攻めてきて、それを追い払った時のシャンクス、痺れるセリフを言ってくれたんですね、はい、これがそんなに怖いか新時代が言うんですね。ブチギレで言ってた言葉なんですけども、はい、僕はこのそんなに怖いか新時代が言葉が、これがワンピースのお話そのものなんじゃないかって言ってるんですよ。この言葉は空白の100年を表しているし、このワンピースの世界の歪んだ歴史そのものを表しているセリフでまして、まあ、このセリフ自体は緑竜に言ったんですけども、その時の和の国っていうのはちょうど歴史が変わる新しい時代が迎えたところに急に緑竜がやってきて、それを壊しに来たと。この世界ってそのものがすでにそうだったんじゃないかなと思ったんですね。なるほど。新時代が迎えられそうなところを常に世界政府が抑え込んできたと、はい、何度も何度もそれを繰り返してきたのがこのワンピースの世界なんじゃないかと、はい、こう世界政府ってのはずっと何かを怖がってるんですよ、うん、もう分かりそうになったやつを片っ端から殺していく、何かに恐れてずっと蓋をしている状態なんですよ、はい、その怖がっているものの正体が何かっつったら、それがまさしく新時代であったと。新時代が怖いんです、世界政府って、はい、ずっとずっと。でそれこそいつから怖いかって言ったら、もう少なくても世界政府ができた800年前から、はい、ずっと新時代が怖いんですよ。そりゃもうシャンクスも言いますよ、そんなに怖いか新時代かと。いいね、ビビりすぎだと。ビビりすぎ、いくら何でも。小原のバスターコールもまさにそのセリフ、誰かが言ってもよかったですよね。そうですね、そんなに怖いのかお前らっていう、さすがにビビりすぎじゃないですかと。要は世界政府が新時代を怖がり続けたという歴史なんですよ、ワンピース、はい、新時代とは何か、新時代とはどういう時代のことなのかと、そして空白の100年に何があったのか、これはですね、ここから完全に僕の仮説、まあ、理屈は後から説明するとして、はい、もうめちゃめちゃまず大雑把に言います。空白の100年とは、新時代を作ろうとした者たち、それを阻止しようとした者たちの戦い、そして結果それを阻止しようとした者たちが勝利した歴史である。まずこの大雑把な歴史だと思うんです、はい、新時代を作ろうとして敗北したのがとある王国、そして戦いに勝利してそういった考えを持つ派閥が二度と現れないように作ったのが世界政府っていうのが、まあ大雑把な段階でまとめると、まあこういう歴史があったんじゃないかなと思うんですね。この新時代を作ろうとして負けたこのとある王国なんですけども、じゃあなんで新時代を作ろうとしたんだろうっていうことになると思うんですよ、はい、新時代を作ろうと思ったきっかけとなる出来事が必ずあったと思うんですね。なるほど。それは何かって言ったら、もう世界が超高度な文明に出会ったからだと思うんですよ、はい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 、高度な文明と出会ったことによって新時代を作ろうととある王国は思ったと思うんです、はい、この現時点でも分かっている通り、このとある王国っていうのは高い文明を持ってたのはもう明らかです、はい、その高い文明っていうのはもう今の時代には存在しないと。存在しないものが、まあ、要するに空白の100年の間にその高い文明っていうのが消えたんですね。一瞬現れて消えたんです。じゃあ誰が消したのか、それも今の世界政府につながってくるわけですよ。でちょっと脱線しますけど、僕の好きなシーンで90巻レベリーの時にですね、白星姫たちが、マリージュはですね、あのトラベレーターに乗るのを拒否した、あの、はい、それを見たゴア王国のステリーがですね、怖いのだろう文明の力があって、はい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 、これは一見その白星たちに言ってるようなセリフなんですけども、実は天竜人たちは全く文明の力を使ってなかったんですよ。あれは人力で地面を動かしてたんですよ。全然ハイテクじゃないんですよね。全然文明の力を使ってないんですね、はい、そもそも天竜人ってベガパンクが世界政府側にいるのに全くその文明を使わずに固くなに奴隷を使うんですよ。だからこのステリーの怖いのだろう文明の力がっていう言葉はステリーの意図とは別に、後々この天竜人たちにかかってくる言葉なんだと思ってまして、高度な文明と共存しようとしたのがとある王国、その高度な文明を拒否してその文明を追い出そうとしたのが世界政府だったと。考察時のイメージでは巨大な王国 VS 世界政府が戦ったっていうのがあるんで、その2つの文明って感じなんですけど、もう一つあるってことですね。高度な文明と巨大な王国と世界政府みたいな感じで、要はとある王国っていうか、まあ、世界全体が超高度な文明に出会うきっかけとなった出来事、はい、そもそもその超高度な文明というのがどこから来たのか、もう皆さんご存知、はい、月から技術がやってきて
この世界を転機となったわけですね。技術をもとにいくつかの思想が分かれたと思うんですよ。その技術と一緒に共存するか、技術を追い出そうとするか、2つの思想が分かれたと思っていて、なんかこれ見たことあるなと思ったんですよ、このストーリー、はい、この空白の100年のモデルとなっている実際の歴史って僕2つあると思ってて、はい、1つはもう散々言われてるんですけども、フランス革命、これはもう身分による格差をなくして、それこそフランス国旗のトリコロールって、あの色が分かれてる、青白赤、それテーマが青が自由で海が自由だからっていう、はい、白が平等とか太陽の神に平等とか、それぞれのカラーとテーマがワンピースそのものだったりするんで、はい、フランス革命は間違いない。もうこれに関してはもう他の考察の方の方がたくさん深掘りしてると思うんで、その後800年続いたみたいなのの期間すら一致してますもんね。確かそうですね。だからまあ、はいはいはい、ちょっとここはもう激アツなんじゃないかなと、はい、もう一個重要なモデルがあると思いまして、このモデルは 100% 外さないんじゃないかなと思ってるのが幕末だと思います、はい、幕末って長い江戸幕府がすごい長く続いたんですけど、それを終わらせるきっかけとなったのが黒船来航だったんですね、はいはい、黒船来航ってどういうことかっつったら、アメリカが日本ともかけ離れた技術力を持ってたんですね。とんでもない技術力を持って、それが日本に来た時にこの技術を日本に取り入れて発展させていく派か、開国派か、アメリカってものを日本から追い出す上位派だったんですけども、はいはい、要はこの黒船に対して開国するのか上位派なのか、この2つの思想が分かれた時代だったんですね、うん、なんでこの今のワンピースっていうのも全く同じ状況だと思うんですよ。なるほど。の技術がこの星にやってきて、この技術とどう向き合うのかって考えた時に、ほとんどの人が上位でもこの追い払おうとしたと思うんですよ。もしかしたらこの技術がこれまで身分の低かった者たちに力を与えてしまって平等になってしまうのを恐れたのが貴族だったのかもしれない。なるほどなるほど。思ってて、でもその貴族の中でそれでいいじゃないかと、それこそが新時代だと、技術を取り入れてこの星をより豊かにしようっていう、この坂本龍馬みたいな考え方を持ったやつがいたと思うんですよ。それが上位ボーイだったんじゃないかと。うわ、僕は貴族側だと思うんです。そもそも貴族の D がやっぱりフランスの、はい、そうですね、手だったりする、はい、どうだったりするんで、うん、規則側の方が説得力あるかなと思って、はい、幕末がモデルとなっている裏付けがもう一個ありまして、これがまあ和の国のプルトン、プルトン解放することを開国って呼んでるんですけども、はい、プルトンってまあ巨大戦艦なんですけども、プルトンの設計図を持っていたトムがですね、はい、作ったのが蒸気機関車だったんですよ。このワンピースの世界ってほとんどが風で動く帆船だったんですけども、こうやってここで蒸気機関作ったんだよっていうのが気になってて、もしかしてこのプルトンっていうもの自体が蒸気船だったんじゃないのっていう、して、プルトンってものは超巨大蒸気船で、プルトンのモデルこそがペリーが乗っていた巨大蒸気船サスケハナ号だったんじゃないのと、はい、僕はこのプルトンを使うこと自体は月の技術を扱うことになるじゃないですか、はい、月の技術を取り入れてこの世界を発展してみましょうっていう意思表示、はい、それこそが開国なんじゃないかなっていう、共存していこうというか、共存していこう、はいはい、意味があって、それを開国と呼んでるんじゃないかなと。っていう言葉が出てる時点でかなりこの幕末はだいぶかかってきそうな。じゃあそもそもこの空白の100年というか、ワンピースは何が言いたいのかっていうか、 D の意思とかそういう何の話をしてるのかっていうと、要するに月から来たその古代兵器とかあって、この空白の100年で古代兵器使われたと思うんですよ。だからこそ怖がったと思うんですよね、これ、はいはいはい、うん、星が荒れないようにと荒れ狂ったと思うんですけども、はい、でも多分このワンピースで最終的に言いたいことって、この世界もそうですけども、黒船が来て海外の技術取り入れて発展したわけじゃないですか、それが、はい、それと同じように古代兵器ももしかしたら使い方によっては兵器じゃないのかもしれないと、すごい技術としてこの世界をより豊かにするものなのかもしれない、技術も味方次第だと、進歩することを拒否するなと、新時代を怖がるなという話になってくんじゃないのって思ってまして、技術を取り入れて世界を大きくしようとしたのがジョイボーイだったけど、道長場で倒れてしまった坂本龍馬のようにどっかで途絶えてしまって、その D の意思を継ぐものっていうのを待っているんじゃないのっていう、ワンピースっていうもの自体がこれをどう捉えるかっていう一個のテーマがある、はい、ワンピース、はい、多分僕はそれがワンピースの正体につながってくるとは思ってて、はい、要はもう薬にもなるし毒にもなるようなワンピースとして置かれていて、どう使いますかっていうのがこのワンピースの一個のテーマになってくるのかなっていう感じはするんですよね。なるほど。ちょっとこの幕末が高い技術がやってきたっていう結びつけた考察だったんですけど、はい、まあ考えるとそんなものかなっていう、まあ、でもそのもっと多分とんだことしてきそうなんですけども、もうこの世界、ね、世界がもう歪むようなどでかい出来事があってもおかしくはないと思うんですけど、今現在で分かるちょっと手堅
い部分のみを分かります分かります。かりますこの辺りが無難まあまあ大きく外れちゃいけないでしょっていう感じの僕もビビっちゃって、モッキー先生の配信っていうことで、まあ、大外れしたくないんで、なんかちょっと、まあ、無難でしょ、この辺りがっていう。的外れでは絶対ないっていう。ちょっと手堅めな部分で。絶対手堅めな。いやー、なるほど。それをね、ずっと。こんな書きませんか下。いや本当ですね。でコミックスの表紙でもあえて誰かでそれを隠してたんですよ。 TV みたいなやつもちゃんと隠すし、固くなに固くなに、はい、でもこの上のこのラボフェーズっていうか、まあ、エッグヘッドが一個の何かしらの兵器だとしたら、やっぱその隠れてる部分が重要そうじゃないですか。そうですね、確かに。だからそこなんかあってもおかしくないよなとは思ってるんですよね。あー、それ絶対当たってそうなんだよな。なんかありそうっすよね。なんかがありそうだなそれ。あとやっぱ煙突からずっと煙出てるじゃないですか、はいはい、エッグヘッドって怪しいなあれマジ怪しいんだよな、あの煙、うん、ワンピースやっぱその煙突ってちょっと引っかかるんですよ。ああなるほど。これちょっとまたいずれなんかでなんか発表する場があると思うんですけど、はい、やっぱワンピースって堅くなに蒸気機関全然出ないんですけども、はい、でも蒸気機関車が出たりとかありましたね。その蒸気船もひっそりと出てきてるんですよ。フール王なんですよあれ。フール王ダンスパウダー振らすために一瞬出てきた、一コマでピタリ出てきた。いやマジでわかんねえわ。プール号だけなぜか外輪式蒸気船なんですよ。すごで、ちょっとそっからねちょっと僕一個考察したんでちょっと今度見てもらいたいです。はい、しかもダンスパウダーとからへんってめちゃめちゃ熱いじゃないですか、天候に関わることとかだから。そうそうそう、あそこちょうどプルトンが出た直後に描かれてるんですよ。うわー入り熱。ワノ国が火山から多分空島の雲できてるじゃないですか、はい、で富士山って細いじゃないですか、はいはいはい、その辺がちょっとつながってる。うわあ、うん、もう入りの時点で熱いわそれ。ちょっとエッグヘッドがかなり複雑ではありますけど、考えがいもあるんで、いやもう考えていきましょう、いろいろ。ちょっとこれもう相当つかないですね、もうこっからは。もうぐちゃぐちゃになってで、まあベガパンク争奪戦みたいな話になるんですかね、ステラ争奪戦みたいな。黒ひげもなんで来るかって言ったら、まあセラヒムを狙ってる可能性もあるし、オロチだってベガパンクに合わせろって言ってたぐらいだから、やっぱりベガパンクは誰もが欲しいっていう話ですもんね。誰の手に渡るのかみたいな話になるんですかね、結局は。船に乗るのかベガパンクは、船に乗って出航できるのか、一味がバラバラになるみたいな話なのか、黒ひげ海賊団になんかうまいこと取られるのかとか、ベガパンクが黒ひげの手に渡るみたいな話になるのか、政府の手に渡るみたいな話なんのかみたいな話ですね。もうベガパンクが仲間になる場合はやっぱそのパンクレコードから切り離されて FF4 やってますもんね。はい、やったことあります。でもテラ状態じゃないかなって思ってます。なるほどなるほど、うん、いやそうだな、魔法を忘れてる状態だから強者のままは乗らないって話ですもんね。まあ、あるそういうことですよね、うん、そうするとバランスもちょっと崩れるしっていう。そうなんですよ。いや面白そうだな、ちょっとエッグヘッド、はい、ずっと言ってるんでしつこすぎて、はい、もう嫌になるかもしれないんですけども、エッグヘッドでこればっか見てるのは俺しかいねえんじゃないかっていう。ずっと言ってますもんね。もう一度本当始まってからずっと言ってますよ。もうさすがに誰かに嫌われるんじゃないかと思ってるけども、再三言ってます、エッグヘッドの、まあ、ラボフェーズ上の方ですね、はい、上と下に分かれてまして、上の方の、まあ、ラボフェーズの方の空島の雲で浮いていると、どうしてもその下が隠れていると、そのラボフェーズのこの雲の一番下の先端の部分が隠れているのが、今んとこまだ全部隠れていると、100% なんですよね、なんか今んとこ 100% 多分100コマぐらい出てるんですよ、確か多分このでね、出ないんですよどうしても。時にコミックスの表紙だったり、なんかいろいろな角度から映されるんですけど、かたくなに映んないっていう話なんですよね、その下の部分。で、そうなんですよ。で、僕はちょっとここに何かあるのかなとか、いろいろ考えたんですけども、はい、まあ、僕の中のちょっと推理だったものがちょっと今週で若干確定気味になった。うわマジっすか、全然気づかなかった。ベガタンクっすね。空雲は互いにくっつく性質を持っているっていう説明があったところですよね、これちょっと。はい、はい、降りてるってことはこのワインの、まあ、最初のページの、はい、ワインから出てる煙のようなものを、はい、これにくっつきながら落ちてるんですね。あ、本当だ。つまりこのワインから出てる煙が島雲なんですよ。これとくっつきながら落ちてるから落ちないって言ってるんですね。つまりこのワインから出てるものは島雲を発生させているということなんですね。はい、でこのパンクって書かれてるなんかワインみたいなページ目なんですけども、1ページ目の3コマ目になるんですかね、これ、ね、一番でかいところ。そうですね、まあ、前からちょっとなんか酒からなんか出てるなと思ってたんですよ、煙が、はい、でこれが要するに空のラボフェーズの雲を作ってるから
逆に言うとそれゆえに先端が見えてなかったと。これがずっと覆ってるわけですよ、このラボフェーズを、はい、でこのパンクって書かれているこの Y みたいなものが要するに島雲を作ってるんですけども、でちょっと前に僕いろいろちょっとかまいたちの番組とかでも考察させてもらったんですけども、はい、またこいつ言ってんのかっていう話ですけども、あれはパイロブロインですよ要するに、はいはいはい、まあ、このエッグヘッド編でも出てきました、もう100巻ぶりぐらいかなに出てきました、はい、パイロブロインって言葉なんですけども、はい、まあ、要するにちょっと振り返るとこの雲にはですねパイロブロインってものが含まれてまして、はい、そのパイロブロインってものは、まあ、回廊石にも含まれてると。このパイロブロインっていう性質のものは、まあ、和の国の地下に眠っていると。和の国の地下の要マグマに含まれているんじゃないかと。火山から吹き出て火山から空島の雲ができていると。和の国の火山、はいはいはい、つまり富士山からこの世の空島ってものができてるっていうことを言ってるんですよ、このワンピースっていうのは、はい、まあ、和の国でいうこの富士山が空島を作る装置になってるっていうことなんですけども、まあ、つまりこのワインのような形をしたものは富士山と全く同じ役割を持ってるんですよ。それをベガパンクがたどり着いたみたいな話なんですかね、それに。で実そうですね。で実際空島を作ってるってことはパイロブロインを操作できてるはずですね、はい、なんでパイロブロインを使えてるってことなんで、これ自体が、まあ、パイロブロインを発生させてる装置で空島を作っているのも、はい、で和の国でパイロブロインがなぜ発生してるかっていうのをもうちょっとこれに関してはもう僕一回自分の YouTube で上げてるんで、はい、もろもろ説明すると30分かかるんで全然いいですけど、あのでもまあ見ていただいですよね、あのチャンネルの方に。納得してもらうしかないんで、これは。はいはいはい、はい。全部は納得してもらうしかないんで、はい、もう簡潔に言うと、和の国の地下にはプルトンが眠ってると。プルトンが眠ってます。はい。で、そのプルトンがパイロブロインを発生させていて、パイロブロインを発生させることによって、その富士山から蒸気が出まして、パイロブロインを含んだ蒸気が空にある水分とくっついて、空島ができているという構図なんですよ。はい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 、つまり、プルトンがパイロブロインを発生させてるんですね。はい、そう考えると古代兵器に近いものじゃなきゃパイロブロインってものは発生しないとも言えるし、はい、まあ、ある種古代兵器を使うための燃料のようなものがパイロブロインだと思うんですよ。それがこのエッグヘッドにも存在してるっていう、これとんでもない事実じゃないですか。そうですね。でなんか、うん、あの野田さんがいつもおっしゃってるベガパンクって3つの古代兵器研究してんじゃねえかみたいな話よく言ってたじゃないですか前から、はい、シービーストウェポンとかがそのポセイドンの研究というか、うん、海洋類とかに対応しててとか、でそれで言うと、うん、お酒から出ている雲っていうのはプルトンでっていう、ベガパンクが限りなく古代兵器の技術に近づいてるみたいなことですね。まあいわゆるでこれがプルトンなのかどうか分かんないけども、はい、そもそももっと早く気づくべきパワープラントがどこにあるのかっていうところなんですけども、要するにパワープラントっていう燃料ですよね、はい、燃料が古代兵器を動かしていると。ここの燃料が発生させてる装置が、まあ、要するにプルトンも同じことだと思うんですよね。プルトンもその同じような燃料を使っている、パイロブロインのような燃料を使っている、はい、考えると勝手にパワープラントってなんかラボフェーズの方にあるような気がしてたんですけども、はい、下の方なんじゃないかなと思ったんですよね。ワインボトルの下にパワープラントが存在してて、そっから出てる煙がパイロブロインを含んでて、それが空島の雲を作っている。確かにそうですね。このボトルがその蒸気を生み出している動作しているって考えるんだったら、うん、その近くとかその下にないとおかしいですもんね、エネルギープラントっていうのは。そうなんですよね。そもそもエッグヘッドに空島があると、空島があるってことはパイロブロインがあると。パイロブロインっていうのはこの作中で和の国にしか存在しないってもう明言されてるんですよ。そのパイロブロインがなのにエッグヘッドにも存在すると、はい、でそもそもなんで和の国にしかパイロブロインが存在しないかって言われたかっていうと、はい、和の国そのものがプルトンっていうこの世に一つしか存在しないものが和の国にあるからだと、まあ、つまりエッグヘッドにはそれに値するものが存在してるって考えると、しかもこのエッグヘッドにはパワープラントっていうイム様法が放たれたあの燃料が存在してるって考えた時に、ちょっとベガパンクやっぱり俺は古代兵器研究したと思うんですよね。あーなるほど。これはもうちょっと古代兵器に近づかなきゃこうはならないと思うんですよ。ちょっともうなるほどなるほど、ヒントが出すぎてるっていうか、エッグヘッドに。しかもそのパワープラントっていうものを使って、もしかしたらプルトンもポセイドンもウラヌスも動かせるかもしれない、その元となるやつみたいな話の可能性あるのか。それじゃないと、もうここまで来てイム様が求めてるのに生半可なものじゃないですよね、もう、はい、これはもう古代兵器を研究しておりますな
いや、すごい野田さん、久しぶりに電話してきて、有料ですよ、有料それ、有料。今週のはでも完全にこれは。いや、確かにこの、ちょっと違和感あったよね。シマグモは互いにくっつく性質を持っているっていう説明が。このベガタンクが普通になんか雲を渡れるとか、なんかちょっとした設定だけで、ここは端折れるはずなんですよ。はい、わざわざシマグモは互いにくっつく性質を持っているって、もこれヒント出してるとしか思わないんですよ、ね。そうですね。タイヤも、この走ってる道路もどっちもシマグモだっていう説明になってますもんね、これが。つまり、下れてるってことは、この今下ってるのはワインから出てる煙なんで、この煙がもう島雲であると。いや、島雲どっから出てるかっつったらもうこのワインボトルだと思うんですよ。このワインボトルっていうのも熱いっすよね。そうです、お酒ですから。これ、ね、考察好きはたまんないと思うんですよ。たまんないですよ、ワインボトルなんかっていうのをもうヒント、これ今回やっぱワンピースってやっぱどうしてもお酒が絶対大きくかかってくるじゃないですか。お酒は絶対に、キテツコとビンクスの酒と今いろいろありますから ね、テキーラウイスキーピークとかウイスキーピークとか、いろいろありますけど、はい、とにかくもう酒が関わってると。で、酒から古代兵器に関わる燃料が出てるっていうのが、はいはい、もう熱すぎると。熱すぎな、さすがにちょっとこの構図が。いや、熱っ。怪しすぎるんだよ、ちょっと。怪しすぎますね。ちょっと酒に関してはまだ僕ちょっと繋げれてないんで、海にパイロブロインが含まれたものがカイロウズキで、空中の水分にパイロブロインが含まれたのが空島の雲。まあ、水とくっつく傾向にあると思うんですよ、パイロブロインって。はい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 、酒ともくっついたんじゃねえのとは思うんですよね。なるほど。ビンクスの酒を届けに行くよとかとも繋げられたらもう答えっすよ。もう野田さん、それは。それがポーネグリフだったら熱いっすよね。あ、それがポーネグリフだったら熱いっすね。確かに。酒とパイロブロインが含まれて、カイロウスキの匂いに固まったものがポーネグリフで。これを届けに行くことがビンクスの酒を届けに行くだったらおしゃれだなと思いますよね。で、赤ワインっぽいですけどね、このワイン、これお酒ワインボトルなのか赤ワイン白ワインみたいな、うん、ね、赤いポーネグリフと普通のポーネグリフみたいな話もありますし、す、答えだぞこれ、もうそろそろ。キテツコっていうのもあるし、キテツコっていうのがさらっと出たのも、はい、ポーネグリフの残骸みたいなもんなのかなとか、ワノ国の回収したものから見つかってる時点で、はい、もうそれのような感じはしてるんですよね。石切り場もちょうどポーネグリフサイズとかっぽいんだよな。確かにそれが伝統でつながってるのかもしれないし、はい、造編でヌコマムシがポーネグリフの説明をしてるシーンがあって、はい、爆炎の中からポーネグリフが誕生してるみたいなやつなんですよ、実は。はい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 、これも火山の煙じゃんっていう。うわー、熱っ。ちょっとその辺も熱かったりして、それこそミカが巨大化するしないみたいなのとか、トラグモの成分が巨大化うんぬみたいな話とかもあるじゃないですか。カイドウと戦ってる時に雲の中に入っていって巨大化するっていうなんか戦い方だったと思うんですけど、今回下に落とされて戻ってきたルフィって巨大化してたじゃないですか。これがなんか雲と関わったら熱いなとか俺は思って、まさにそうっすね。今のとこそのどっちの雲にもパイロブロイン含まれてる可能性あるんで、ワノ国の雲とラボフェーズの下の雲と、それがどっちもニカに作用してる、ニカに作用してると考えたら結構熱いかもな。だから巨大化したみたいな。熱いなそれ。で、なんか俺、最終回の話とか、最終決戦の話とかって自分のそのメインチャンネルでも考察してるんですけど、まあマリージャを落とすだろうと。ルフィが、まあニカになって、例えば巨大化して、魚人島まで被害が及ぶような垂直落下式の攻撃をドーンってやる場合、うん。もうめちゃめちゃ巨大化しなきゃいけないと思うんですよね。上空に雲がなかったら、ニカって本領発揮できないなと思ったんですよね。そこでプルトンって、ニカを巨大化させるためとかにプルトンを使うのかなとか思ったりしたんですよ。うわぁ、ちぃ。そっか、ニカが過去最大でかくなるってことか。エッグヘッドへも一考察しかしないんで。一点掛けですね、一点掛け。一点集中型なんで、でもやっぱね、はい、その一点集中型、こだわる価値ありそうなんだなって思ったのが、はい、エッグヘッドの地上部分っていうのは、はい、ほとんどが、嘘なもんなんですよね。まあ、ほとんどが、まあ、幻であると、はい、で。実物が相当少ないんですよね。その中で今回その実物が作られてる様子が書かれてるんですよ。ああ、そうか、元エッグヘッドだからここを見れば成り立ちがちょっと見える可能性あるって話か。これほとんどが本来なら幻だったものが、はい、その中にも実物が実は存在してるんですけども、トンテンカントンテンカンって、はい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 、エッグヘッドで建物が作られてるシーンがあるんですけども、はい、これワインボトルなんですよ。ワインの半分ぐらいまでできてるって話ですね。首部分ぐらいまで。次のページでも作られてるんですよね。だからここのロケットの先端みたいなものとワインボトルは実物だっていうことがまずここで間違いなく感じて、はい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 、いわゆるホログラムじゃないって話ですよね、ここだけ。そうですよ。はいはいはい、で、じゃあなんでこれをいちいち作る描写
これで出してるのかっていう、やっぱこれに重要な要素を含まれてるとは思うんですよ。はい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 、はい、まずエクヘッドっていうのはこの地上を作った後にラボフェーズ空島が作られてると思うんで、はい、空島を作るための何かが地上で作られてるはずなんですよ。はい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 、なんで僕はやっぱりこのワインボトルが空島を作る装置であるのは間違いない。いやもうこれほぼ正解と、正解というか、もうだって現にここから雲が出てそれが形成されていってるのがもうね、そうだって実際このしつこくこの描写してること自体がもうやっぱ、はい、小田先生自体がそこに意味を持たしてるのは間違いないやっていう。はい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 、はい、でその空雲を作るってことはみたいなファイルブルインが含まれててとか、うん、なんか古代兵器につながっていったりっていう話ですもんね。ベガパンクがこの時点でそれをもう理解して建築し始めてるって話ですもんね。そうですね。まあでもこのワインボトルって結構露骨だったんで、はい、まあちょっと間違いないっていうか、まあ割とまあここまで来るとイージーな話な気がしてきたんですよ。その隣のなんかあのロケットの先端みたいなやつもなんかペアで書かれてて、はい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 、思えば結構デカデカと描写してくるんですよ、ヘッド編で。なるほど。ロケットの先端ってすごい気になるじゃないですか、やっぱ宇宙にも関係してるし。はい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 、はい、さあ実際そのエッグヘッドの地上のワインボトルが書かれてる隣にこの建物が実はあるんですよ。ああそうかそうかそうか。それがなんかロケットのなんか建物の先端みたいな描写なんですよ。宇宙に行こうとしてるみたいな話でいいのか、単純に。でもこの辺の技術は多分その月の技術を全部再現してると思うんですよね。はい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 、はい、その上で何かを作ろうとしたのかな。まあちょっとワインボトルはちょっともう激アツですね。で僕ちょっとやっぱデカ iPad でこのワインボトルの中を何とか見ようとしてるんだけどちょっとわかんないですね。いやでも なんかデカ iPad でもあれですね、空のワインボトルじゃないことはなんか構築はされてるよな。空島を作る装置って相当重要視されるもんなんで、はい、この装置自体が僕の考察で言うと我が国の藤山と同じ構造だと思ってるんで、はい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 、はい、だからこれ相当大事だと思うんだけどな。今回もなんか夢の戦闘機作ってやるみたいな話とかもありましたけど、うん、はい、間違いなくその世界政府というか五老星が危険な人物だとしている時点でやっぱ俺古代兵器を再現しようとしているのは間違いない。え、野田さんの中でなんかベガパンク結構危険なやつだというお話もありましたじゃないですか。はいはい、今でもなんか変わってないですか。まあ、でも優しい寄りにはなってるなと思うんですけど。はいはいはい、はい、あれがありますもんね、ジンベイの思想は科学の発展のためにはっていう、あれがもう決定的に他とおかしいもんな。いいやつではないもんな。うん、最終的にベガパンクの中の要素がサテライトになってるんで、はい、まあ、ヨークの一面もあったとは思うんですよね、はいはいはい、悪の部分というか、なんか欲に純粋な部分みたいな、欲に純粋な部分は間違いなくあったと思うんですよ。はい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 、そこを無視できないと思うんで。なるほど。ベガパンクがいいやつか悪いやつかというよりも、そのベガパンクの思想自体が危険なものになるみたいな話ですね。悪いやつではないかもしれないけど、まあ、結局は古代兵器を復活させちゃうみたいな、ね、世界にね、多分ベガパンクの思想が広がるっていうオチとしか思えないですもんね、ここまで、はいはいはい、だってあれの説明何だったんだっていうことになりますもんね。 そうですね、そこへのオチへ向かってる感はものすごいあるんですよね、はい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 、でもベガパンクって意外にまだ物残してるっていうか、その物に悪魔の実食わせたのもベガパンクじゃないですか、はい、で回廊石を船の底につけて海渡れるようにしたのもベガパンク、はい、なんかそういった技術の説明がまだない。要するに物に悪魔の実を食わせたんですよ多分、はい、ベガパンクって何か必要だと思って、はい、まだそれが書かれてないんですよね。この時に 何か物に食わしてると思うんですよね。え、それはなんか純粋な好奇心以外のなんか野望というか目的みたい、何のためにみたいなのが描かれてないことがってことか。そうですね、なんかそこにもったいなさはあると思うんですよね、はいはいはい、その物に悪魔の実を食わせるって異常じゃないですか。なのにまだそれがいまいち書かれてないけど、はい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 、それこそもうアラバスタ編から振られてきた話で、はい、エニエス・ロビナとコビーたちがベガパンクっていうすごいやつがいるんだと、はいはいはい、あります。物に悪魔の実を食わせるっていう技術をしたんだっていうのを、はい、あの時にベガパンクの話説明をしてるんですけども、はい、1位でそんな説明を間にしてきたことも含めると、ベガパンクがその物に悪魔の実を食わせたっていうのは結構重要なことだと思うんですよね。ただの好奇心で食わせましたじゃ済まなそうじゃないですか。はい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 、はい、ってことはなんか物に悪魔の実を食わせてるんですよね。
のミスター4みたいなところでなんかダックスブンドみたいなふざけて出てきたのと、うんうん、造剣ファンクフリード物に悪魔の実を食べさせるっていうものを散々降ってきてるけど、はい、そもそもなんでこんなことをしたのかっていう描写がない。なるほどなるほどなるほど。だからもしかしたら今後何かこんなものに実は食わせてたんだっていう、なんだと思うんですよ。はい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 。なるほどなるほどなるほど。そこがまだ残してるんで。でもそう考えるとあれですね、もう今まで物に悪魔にも食べさせたのって結構ふざけたお笑いみたいな感じでこう済ませてるみたいな能力が多い中、うん、それこそワンピースの根幹となるような何かにその物を悪魔の実に食べさせる技術っていうのが使われてる可能性があるってことですよね多分。そう僕はやっぱ思いますね。具体的には何っていうのは見えたりしてるんですか。全く分かんないですねすいませんめちゃめちゃ難しい質問をしてしまいましたけど全く分かんな い, いやでも1ミリも1ミリも分かんないですねだからその、いわゆるシャンクスのグリフォンに悪魔の実食べさせてるんじゃないかとかそんな規模の話じゃないですよね、うん、野田さんが想像してるのって多分800年前にあった技術を再現してるんで、はい、あはいはいはい、まあ、そこも何かあってもおかしくないですよね。このワンピース内で起きてることって悪魔の実、まあ、そう考えるとなんか物に悪魔の実を食わせていることによってこの世界が何かおかしなことになってもおかしくないですよね、はい、800年前に。今のところはなんか刀とか銃とか作ったもの、うん、あとはガスに食べさせる、有毒ガスに食べさせるみたいなのも、あれもなんか意味わかんなくて。意味がわかんないですね、もう。ガスに悪魔の実を食べさせたのがスマイリーなんですけど、だからまあそのレベルでレッドラインに悪魔の実を食べさせると海に悪魔の実を食べさせるとかなんか そういう感じですかね。太陽にとか月にとか。でも今のところ武器に食わしてるんですね。はい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 、はい、やっぱ僕はやっぱ兵器に食わせてると思うんですよ。ああいやでも1ミリも見えてなくなくないですかそしたらいやそうなんですよちょっと見えてくるとかありますよね、はい、過去800年前の歴史の中で、はい、兵器に悪魔の実を食わせたんじゃねえの、はい、これって兵器に悪魔の実食わせるってすごい面白いというか、はい、あの兵器って基本月の技術じゃないですか、はい、月から降りてきた技術であって、はい、じゃあ悪魔の実ってどっから出てきたかは分かんないんですよけども、はいはい、ある種この悪魔の実と技術って別のもんだと思ってたけども、はい、それのコラボなわけじゃないですか、はい、なるほど。なんかそこにすごい800年前に大きな問題をもたらしてる気はするんですよね。そうか、だから銃のラッスーもファンクフリードもそのための伏線、兵器に悪魔の実を食べさせた前例がある、うん、空白200年に古代兵器に悪魔の実を食べさせたやつがいるんじゃないかっていう話。いるんじゃねえっていう、それを隠してるんじゃ、だからデカパンクもそれ研究するわって話ですよね。古代のそんな、そうですね、そんなコラボがあったんだったら私もやってみたいって話ですよね。やってみたいっていうことで研究しているような。えそれがえもう野田さんの中でズバリあるんですか。ズバリプルトンだとかポテイドンだとか。全くないっすね1ミリもないっすか。1ミリもないんですよこれがまたいやあるでしょ、だって3分の1でしょ、だってポセイドンとかも俺なんか説明しきれてないなと思ってんっすよね。そうなんですよ、あの古代兵器って言ってるけども、はい、プルトンは兵器感はあるなと思ってて、はい、現状、はい、まあでもちょっと裏のやつはちょっと分かんないですけども、はい、ポセイドン何を開発して作られたものなのかっていう。どうやポセイドンがだから一番最初にあったのかなとか。あポセイドンっていうのは偶然生まれた生き物で、それをあの世界を滅ぼす力を持っているから兵器って呼び出して、うん、それを滅ぼすためにプルトンが作られて、それに対抗する形でウラヌスが作られてとか、そういう順番なのかなとか一瞬考えたりもしたんですけど、ただ怪しいんですよね。だってポセイドンなきゃ絶対世界ひっくり返せないって話なんだったら、絶対に生まれてこなきゃいけなくて、なんか作られたものなのかなっていうのはなんか悲しいですけどね。人魚が作られたって考えるのは悲しいですけど、うん まあ、そもそもですけども、はい、古代兵器っていうのはもともと月にあったんですよ。ポセイドンどういうことって思いません。ポセイドンっていうのがまあでも海に関わるもんだと思うんですけども、はい、まあ、そもそも古代兵器が全部月の科学技術で作られたかにちょっと疑問を持たなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか、ポセイドンって。だってだから、いやただ古代壁画に書かれているんでやっぱちょっとあるとは思うんですよ。やっぱあれ明らかに古代兵器の3種書いてるんで。はい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 、はい、そうかそうかそうか。多分月には置いてきてると思うんですよ、あの古代兵器ってもともと。で、まあ、風船で
この地上に降りてきてるんですよ。もう、でも古代兵器ポセイドンって月でも力発揮できないじゃないですか。だって海洋類がまずいないし、そのポセイドン の, 個性って海洋類と話せることですもんね。絶対そうっすね。それがなんで月で海洋類もいないな、だ海洋類すら作ったんですかね。だかその辺が分かんないですよね。どういう順番で作られたのか何なのかが。そもそもですけども、あの壁画に海洋類のようなもの書かれている中で、はい、海の波のようなもの書かれてるんで、海あったんじゃねっていう。ああ、なるほど。なんか俺の中で悪魔の実を食べたものが海に嫌われるっていうのは月に海がないから説みたいなのってなんか大昔から言われてるんですけど、はい、考察で、はい、なんかその辺がなんか多分頭になんかどっかこびりついてんだろうな。だから悪魔の実は月の科学技術じゃないって考えた方が。僕は悪魔の実は月の技術じゃないと思ってますね。なるほど、うん、あでもそう考えると綺麗ですね。月にはもともと海があっても悪魔の実を作ることには関係ないから、うん、別になんかその全体的に言うと、はい、世界政府は悪魔の実を所持してる側だと思うんですよ。はいはいはい、はい、流れ的に、はい、明らかにその、まあ、今回ゴッドバレーで悪魔の実を景品にしてたりとか、はい、まあ、NS ロビーで、まあ、サイファーポールに悪魔の実食べさせたりとか、はい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 、ちょっと用心分も怪しいなって。用心分も絶対怪しいよな。うん、なんかこの悪魔の実っていうのは割と天竜人が保有してるチックな部分があって、それに対して、はい、とある王国っていうのはものすごい科学技術があった国じゃないですか、はい、やっぱ技術対悪魔の実だったような気がするんですよ。なるほど。空白の100年っていうのはそう考えるとやっぱ月の技術っていうのはやっぱ悪魔の実ではない、まあ、その中でのなんかの戦いな気がするんですよね。なるほど。で人の実モデル2かだけは巨大な王国が所持してたみたいな話か、ある種。そうですね。ですよね。で、あとは、異種族、ルナーリア族とか、ミンク族とか、光月家、小人族、巨人族とかって、異種族、魚人族とかも含めて、悪魔の実とかじゃなくて、能力が高い奴らの集まりですもんね。まあ確かに言われてみたら。もう一個考察あって、要するに、逆算から考えると、魚人島が壊されるってことは、マリジョが壊されると。はい、つまり、真上にありますからね。ちょっとメタ的な発想で言うと、そこがラストだと思うんですよ、ある種。絶対にラストですね。最終局面ですよね。それ以降、ルフィはもう、倒さない、壊さないだと思うんですよ。はい、最後、全部そこで終わらすと思うんですよね、一撃で、はい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 。このワンピースって物語を。本当メタ的な視線ですけど、ワンピースが終わるってことは、なんとなくこのワンピースにあった不思議なもの、厄介だったものが、終わると思うんですよね、はい、それがまあ要はこのマリージョアがなくなることによってまあ差別もなくなるしとかもろもろあるんですけども、はい、まあ、あと魚人島がそこでなくなるということはまあ魚人が地上に上がってきてまあもろもろ差別も解決するっていうのはあると思うんですけども、うん、もう一個同時になくなるのあるんですよ。幼獣イブなんですよ。うわー、なるほど。で、幼獣イブが最後の地域でなくなるんですよ、実は。そうですね、必然的になくなりますね、魚人島が滅ぶんであれば、はい、そうなんですよ。つまり幼獣イブは最後壊さなきゃいけないもんだと思うんですよ、役割として、はいはい、今んとこ魚人島を照らすためのものなんですけども、はい、まあ、姿が現れてないと。幼獣イブそこにあることは分かってるんですけど、なんか全貌見えないんですよね、うん、何にも。でしかもマリージョア側が所有してるもんですよね、今ね、はい。幼獣イブなんかこの世界に何か影響を与えてるもんじゃないのっていうことを考えると、確率高いのはそれこそが悪魔の実な、悪魔の実っていう存在そのものがなくなるっていう話ですね、最後の地域によって。やっぱ幼獣イブがなくなると全部の悪魔の実の能力の効果がなくなるぐらいでいいと思うんですよね、はい、なるほどなるほどなるほど。うん、そんぐらいでっかいもんでいいと思うんですよ。それでワンピースは終われると思うんですよね。普通にルフィはなんか金槌の少年に戻るっていうなんかものが、うん、たりになるですもんね、確かに、うん、あとはグランドラインとかレッドラインを形成しているかもしれないとか、オッズ低い方で言うと、そっちもめちゃめちゃあって、はいはいはい、このレッドラインに根付いているそもそもこの幼獣イブっていうのが、はい、って考えるとこの幼獣イブを壊すことによってこのレッドラインも崩壊するレベルまでの崩壊があってもおかしくない。ああ、そうかそうか、まあ、世界を分断しているなんか弊害そのものでもありますもんね、レッドラインって。ある種幼獣イブって光を吸って魚人島に届けてるっていうじゃないですか。はいはい。にしても日に当たってそうにないんですよ、今のとこ。いや、そうなんですよね。魚人島からまっすぐ上に伸びてるから最終的にはレッドラインに突き当たるはずなんですけど、その周りに例えばレッドポート付近になんか木が生い茂ってる描写とかもないし、ないし、マリージョア近辺に木がドーンって生えてるもんないし、でしかもマリージョア周辺
園に生えてる木は人工だってわざわざ言ってるんですよ、ね、ああそうだな、それも木が生えないんですよ。レッドラインっていうものが木が生えないのかって考える、逆に言うと幼虫部が全部吸ってるからじゃないのっていう、ああなるほど、感じはしてて、幼虫イブがあまりにもでかくてレッドラインの栄養素みたいなのを全部吸い取ってるから人工の木しか植えられないみたいなじゃないのかなとは思いますね。めちゃめちゃ壮大だな、うん、まあ、それをぶち壊して問題がこう解決するっていう、そのモッチー先生の言う通り、まあ、最後はマリージョアモルトもルフィが破壊してくれる未来があるとして、はい、まあ、それってで全部が解決するとしたらもうそこに全部集約してるような気がしますよね。そうですね、その一撃さえ決まれば全部が終わるみたいな持ってき方は、うん、まあ、最後ドフラミンゴ倒す時も全部そうじゃないですか、うん、カイドウを倒すバジラングガンの時この一撃で全部が決まるみたいな持ってき方はすると思うんで、うん、最後のワンピースという物語を締めくくる時もルフィの一撃でなんか全部が決まる感じはしますね。で最後、うん、めっちゃ妄想ですけど、まあ、マリージョアにあったでっかい麦わら帽子、あれも一緒にマリージョアにあるわけじゃないですか、はい、あれがなんか助けてくれんじゃねえのっていう気はしますよね。やっぱあの麦わら帽子はジョイボーイの麦わら帽子な気はするんで、最後ジョイボーイが一緒に助けてくれそうな気がするんですよね。あ、なるほど、ルフィのパンチに親子カメハメハじゃないけど、親子カメハメハすまさに、はい、なるほどなるほど、うわーつー、最後麦わらでうまく落としてくれるような気がするんですよね、小田先生。そうだな、麦わら帽子が何の関係もないはずないもんな、そこで。そうですね、最後麦わら帽子だろうな。麦わら帽子はまだ分かんないですね、野田さん。それにしても、それにしても分かんないっすね。いや、それこそ星規模の何かはなんかありそうな、俺を予感をしてる、そういう話はさせていただくんですけど、うん、歌の新世代のマークとかも麦わら帽子のマークでしたけど、うん、あれも異質じゃないですか、あのマークも。なんか異質ですね。それこそ青色の星をレッドラインでキュッてしたような、なんか星にも見えるしドクロにも見えるし、ひっくり返したらワンピースの世界において、もしかしたらそのジョイボーイがいた時代のジョイボーイ自体も麦わらって呼ばれてた可能性もありますよね。ああ絶対でも麦わらって呼ばれてただろうな。麦わら帽子がトレードマークなのはまあ間違いないですよ。そうですよね、だからそれ自体を封印しようとして、はい、麦わらっていうのはあれが似合うものは精悍な男っていうことですよね。いやそうだな、最後は絶対麦わら帽子だな。